ハンコクでは、権力を手に入れたら、それを自分のために利用しない人なんていないんじゃないのでしょうか。今回は、今までこんな政府はなかった、をお届けします。記事は中央日報日本語版からです。小説を書くつもりか、と怒りを見せた中、三重法務部長官が、今では、私と息子が最大の被害者という詭弁で、むしろ国民を愚弄している。検察が明らかにしてほしいというが、いかなる捜査結果が出ても、そのまま信じる人はどれほどいるだろうか。捜査でなく捜査するふりをしながら騒ぐ省と見る目が多いからだ。捜査に消極的な人たちに、また捜査を任せれば当然のことだ。検察だけでない。与党、政府、庁まで、ハンコク大統領府が、三重安保に総力戦で臨んでいる。特権層の不正と特権よりも深刻なのが、団結して詭弁でかばおうとする政権の普通と傲慢だ。この政府の最も大きな特徴に挙げられる。ハンコク社会で公正性は、兵役、入試、就職が一時的な判断基準となる。ろうそくデモも、チョンユラの大学入試特権が発火点だった。そのような怒りのエネルギーで執権したムンジェイン大統領は、就任後、特権層で起きた事件の真実を究明できなければ、正義社会を言うことはできないとし、公訴時効が過ぎた事件までも事実を確認するよう指示した。それで、多くの過去の問題までが捜査対象に含まれた。王朝時代の統学革命も再調査する状況という声も出てきた。ところが、自分たちは、無条件に正しい態度だ。さらには、アン・ジュン軍議事論までが出てきた。長官の息子は、連休を取った功労で、異人伝に含まれる状況だ。諸学前法務長官、ユン・ミヒャン議員、三重長官の3人は、自称、公正政府の看板スターだが、全く同じ罠にはまった。最初の法務部長官は、パパチャンスが、どのように、一般青年の大学入試機会を奪い取る不公正な結果をもたらすかを見せた。バトンタッチした後任者は、普通の兵士なら考えられない特別な措置が、ママチャンスなしにどのように可能なのかという疑問を呼んだ。正義を前に出したビジネスもある。政権は、驚くほど、同じ意地と詭弁で、国民の心を傷つける。個人の不正と、検察改革に、一体、何の関係があるのか。捜査の対象が、法務部長官の席に座って、捜査を妨害するのが検察改革なのか。ムン大統領は、特権層が談合して、国民に、挫折と傷を与える特権と反則の地雷を終わらせるべきだと述べた。また、我が政権に入ってから、国家情報院、検察、警察で、過去のように激しく非難される権力型不正、政権癒着不正は一件も発生しなかったとも語った。元、現法務部長官、与党議員こそが、まさにそのような事例ではないのか。父母が、誰かによって大学に行く道が変わり、軍隊での生活が変わる国は、機会が均等で、家庭が公正で、結果が正しい国ではない。反則と特権がない国、いかなる不公正と不条理も容認されない社会はなおさら違う。公職の権限は息子、娘の便宜を図るために与えられるのではない。一般の兵士なら想像もできない軍生活が、長官の息子に限り繰り返し見られた。三重を抜いて考えられないことだ。このあたりで、もう、大統領の真相究明指示。責任を問うという立場が出てこなければいけない。少なくとも、国民に対して謝罪でもする必要がある。しかし、一言も言及はない。過去の政権の問題に対しては、捜査機関が、故意に不十分な捜査をしたり、さらには、積極的に真実究明を遮断してかばった状況が見られると、一つずつ細かく批判した。同じ指針を出せない理由はない。民主主義は、敗者の復活を保障するという点で優秀な政治制度だ。
過去の王政や独裁時代には権力を失うことが死に帰結した。それで権力を握れば反対派を殺そうとした。しかし、民主主義体制では権力を失っても国民の支持さえあれば再び権力を握る機会が訪れる。成功ほど成功的なものはないという言葉とともに、失敗ほど成功的なものはないという逆説も通用する。重要なのは、失敗をしても笑い者になってはいけないということだ。諸愚句、チュ・ミエ、ユン・ミヒャンの特権が、チェ・スンシル、チョン・ユラの特権と全く違うということを説明できればよい。それとも、すでに起きてしまった事件の処理だけは、はるかに潔く堂々と話すことができればよい。今果たしてそうだろうか。それでは、この記事に対する日本のネットの反応を見てみましょう。公正、公平、正義は国民にあるのではない。ムン氏や取り巻きの特権階級にあるのだ。ムン氏は、端からそう言うべきだった。言葉足らずだったと言い訳をすればいい。自分にとって不都合な事案には黙秘権でしょうか。弁護士出身だから権利はしっかり行使するようだが、国民への説明義務は放置しだんまりではね。大統領就任時の期待を持たせる姿はどこへ行ってしまったのでしょうね。前政権をろうそくでもで追い落とし、自分が政権の座につけば前政権以上の悪事の連続露呈に国民は裏切られたとの思いも強いでしょうね。今までこんな政府はなかったと。韓国には国民が自由であり幸せになる権利を持つという人間が人間らしく生きるための憲法の一番初めにあるべき条項が抜けているのだと思う。行き当たりばったりで自分と自分の身内を守るために奔放する政府。都合が悪ければすぐ法改正ができる大統領の権限。21世紀だというのに数世紀逆戻りしてしまった国。偉いじゃないか。ちゃんと公約を守って今までにない韓国にしようとしているじゃないか。ただこんな韓国にとってこの程度のことは小さなことで、もっとインパクトがなければ今までにない国に持っていけないんじゃないか。日本は今首相交代で国民の関心もマスコミの報道もそちらに向いているので相手できないが、国内が落ち着いたら玉ねぎ劇場とやらも見てあげるから待ってなさい。民主主義があってないんですよ。社会主義の方が国民性が合うんです。民主主義が正義とか思い込みなんですよ。だから革命を起こしてムン大統領を選んだんですよね。当たり前でしょ。共産家の思考なんですから間違ってないんです。韓国国民の思考がまだ共産家に慣れてないんです。もうしばらくの辛抱です。建設改革で全てが終わります。ムン政策に反したらぶち込まれる独裁政権が誕生しますから、見守ってあげましょう。以上、日本のネットの反応でした。結局韓国では誰が上に立とうが変わらないということだと思います。上に立ったらお金儲けのチャンス、自分の考えを押し通すチャンスとしか見ておらず、国民のために活動するなんて考え自体がないのでしょうね。特に今回のムン政権は自分たちの身を守るために用意周到で検察をも抱き込んでいます。でも国民は大規模デモで前大統領を失脚させたから今回もそうできると信じているみたいですが、つい先日起こったムン大統領退陣要求デモでも、表向きは中共肺炎の感染拡大防止のためという理由でスマホの位置情報で誰が参加したかまで調べたりしていつでも逮捕できるぞと暗に脅しをかけていましたよね。まあ結局多くの国民が支持して選んだのだから自業自得なんですけどね。知らんけど。最後までご覧いただきありがとうございます。
よろしければ評価をお願いします。最近動画の審査が厳しくなり、通らない動画が多くなってきました。もしもの時のためにサブチャンネルともどもチャンネル登録とベルのマークを押して通知登録よろしくお願いします。チャンネルの登録をしていただけると今後の質向上とチャンネル運営の励みになります。それでは。